はい、知床です。今回はバイオハザードのリメイク2を、スタンダードでですね、S ランククリアを目指していこうと思います。いや、ちょっとね、レオン自体がね、結構久々なんで、忘れてる感じではありますけどね。ムービーはなんか時間に入らないんで、カットしてもしなくてもいいみたいですけど、一応カットしていこうかな。大丈夫か？動かないで。すぐに戻る。ちゃんとしてろ。どうかしましたか？はい、追われると。撃つぞ。膝をつかせてダッシュで逃げる。ここじゃなかったっけ？あった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 。よしよし。はい、と。で、その間に脱出。はい、と。うおー、そうだった、そうだった。忘れた。あ、いけた。いけねえや、いけねえ、いけねえ、いけねえ。久々すぎて忘れてたね。はい、次は、警察署ですね。スタンダードだから簡単ですね。はい、と。おっとっと。一体どうなってる？そう、こっちですね。まさか、この町の住民はみんな。よかった。いやー、S ランククリアどころかね、A ランクすらクリアしてないんでね、本当に自身がいけるのかどうか不安ではありますけどね。オッケー、やばいね。よいしょ。ダッシュ。まずはハンドガンの弾。はい、と。捨てちゃおう。あ、やばい、時間が。はい、と。緊急スプレーはいらない。あ、そう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 。こんなんで大丈夫かな？本当にいけるのか危ういっすわ。いきますよ。基本は膝打ちがいいみたいですね。で、弾、そうそう、これこれ。スプレーはいらない。なんてことだ。開けてくれ！早く！開けろ！頼むからシャッターを開けてくれ！今開ける！助けて！ないと。ここは倒した方がいいか。多分来ますよね。死んでない。OK。
回スルーですね。ここはどうしようかな。膝打ちしちゃってもいいんだよな。あ、やべ、死んでるな。で、ここは飛ばないからいいか。やべ、ダメじゃん、避けれてない。でシューでシュー。次にナイフをもらって、ナイフをもらって、行きましょう。西側ですね。はい、と。ああ、逆側が良かったかな。まあいいや、よいしょ、行きましょう。はい、と。あ、そう、先にじゃあ。想像してた初日と違うね。この辺ね、時間のロス考えるとね、二度手間になったりするからね。ライオン、あれ、次が、あ、鳥。で、ハンドバッグですね。カバンはね、大きくしておきたいな。西側オフィスね。あ、ここ。待って、メモったやつがメモったやつがある。9197ですね。 OK。 あれ、待って、違う、間違えた。これは917じゃない。待合室だ、ここは。6211だ。6211。はい、と。オッケー。オッケー。いやー、ちょっと大丈夫かな、時間。結構微妙ですよ。余裕あるかな。 S プラスができればいいけど、まあダメだったら S クリアだな。はい、とはめ込むと。エリオットは正しかった。でもまだ通路は開いてない。はい、と。弾取って回復取っていきましょう。ダッシュですね。
じゃあチェックしとく。地図しかないですね。オッケー。一応チェックしながら行きますよ。時間がないからね、行けるかな。これは倒した方がいいな。ここでは多分タイラントとの追っかけっこがね発生するんで、収束してからの方が威力が高い。あ、やべ、威力が高いですね。オッケー。死んでますね。あとで行こう。まずはガンパウダーですね。あ、そうそうそう、取れてない。コテンと。でここがNED と MRG ですね。ND と MRG と、組み合わせましょう。よいしょ。で、これ生きてるやつだね。ああ、だ、外れてる。ああ、当たってない。オッケー。でここが9で15。9こっちだ。9で15で7。あれ違う。9で逆だったね。15で7。これでバックパックか。よし。はいと。ここは OK で、次ですね。あ、生きてる。あ、まだ生きてたね。あ、こいつは、そっか。おいおい、やばい。奥行って、板取って、はめると。でここは弾がガンパウダー弾じゃ何もなかったね。いや、レッドハブがある。オッケー。組み合わせと預けてと行きましょう。
次が上にハンドガンかな。いた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 。あれ当たってない当たってない当たってない。死んでるね。でここのあれそうだよね、ここにレッドハーブで中に生きてる生きてる、やっぱり生きてたか。もう一回ですね。よいしょ。弾がねスタンダードと違ってないスタンダードでね。うお、そうだ忘れた、びっくりした。ここはなんだっけな、CP、CAP か、CAP キャップ。ショットガンの弾ですね、OK。ショットガンの弾。ポータブルセーフで、これはメモった方が早いね。よいしょ、もう12分経ってるよ。大丈夫かな、これ。1,2,3,4,5,6,7,8 と。1,2。これキーですね。キー。時間足りるかな。こんなうろうろしててダメじゃね。大丈夫？生きてる。今はまあいいや、とりあえず覚えとこう。203、208、208と、208バックじゃない、はいと、102と、108。ああまたバックをしちゃってる。はいと、あ106、あと109、109ですね。ガンパウダー、フィルム、ここは後で来ると。208ショットガンの弾ですね。ちょっとね、こっちだ。え、生きてる生きてる。あれ。行き過ぎだね。足打った方がいいね、やっぱり。足打って。ああ、でもな、ここな。わらわら来るからね。預けましょう。こ
皿使いか。ゴミこれはいらなかった。はいと。上行って、3階のここは何でしたっけ？DCM か。DCM。で、マグナムかな？ね、直には、あ、そうそう、これ別にいらねえや。見た。他には、あ、そう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 、こっちね、あれでしたね、そう、スタンダードでしかないカバンですね。この辺は足打っとくか。魚サソリ壺、魚サソリ、そうだ、ダメだ。よいしょ、戻りましょう。あ、そうだそうだそうだ、忘れてたな。あ、これダメ、ダメじゃね、いる、あ、ダメだうわ、タイムロスですね。忘れてましたね、本、赤い本が確かこの辺にあったはず。あったあったあった、あれだ、重要ですよこれ。赤本がないとね、置けないからね。はいと、戻りましょう。逆、タイムロスやばいぞ。階段のところはね、倒してよかったね。狭いし、やられちゃうリスクあるからね。おー、生きてたい。
おお、やっちゃった。これ間に合うかな。 タイムロスやばいぞ。20分かかってんね。数分無駄にしてますね。いけんのかな。まあダメだったらもう一回チャレンジだな。ここだね。これ忘れてたな。こっちからだったらこっちの方が近いか。そうだよな、開けられねえわけねえもんな。はいと、2個目開けちゃおう。ここも使っちゃおう。で、預けて、マグナムがいらないかな。これもいらないね。いいターゲット。捨てちゃうか。はいと。確かこの辺に、そう、後で行きましょう。で、弾取って、板取って、マビに会いに行きましょう。次が。ここね、めっちゃアイテム確か消費するんだよな。お、やべ、ダメですね。これ倒すか。はい、板使う。ここね、めっちゃ来るからね。
ここは、塞いじゃって。ここも塞いじゃうと。あれ、塞げない。ここはダメか。あとは。ここだな。塞いじゃおう。よいしょ。バルブと。しとく。オッケー。ヒューズですね。で外して。使うと。ん？何？あ、生きてるやつね。確かこの辺にガンパウダー、釜いっぱいですね。あとであそこの、あ、そっか、作っちゃうか。マービーはまだ死んでないはず。よっしゃと。預ける、預ける、預ける。預けよう。これはまだいいか。預けて。バルブですね。作戦会議室、ここかのチェーンカッター行きましょうかね。ここはねもう通らないからな。おおふう、おやられた。次にこっか。これか。よいしょ。はいと、捨てちゃいましょう。ハーブ多いな、使っちゃう。預けに行くか。皮多いですからね。え、なんか声がするぞ。預ける、預ける、いいでしょう。次に、ここであれですね、やつらが来るのか。セーブ、セーブ。インクリボンなし。あれ俺取ってなかったっけ、インクリボン。まあいいや、じゃあいいか。できればセーブしたかった。あれ、いない。いた。
倒しておきたいね。何度も通るから。装備を。で次は あそっか、いいか、中に入ってから倒せばよかったな。先行でしょ、ショットガンの弾と。なんかあったっけこっち。あ、そうそう、これですね、組み合わせと。次がこれか、使ってと。装備はこっちにするかな。次が女性弓矢蛇ですね。女性弓矢蛇、これか。ん？どこだ？いなくね、ゾンビ。いた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 、ちょっと。ふざけるな。で、見て。ほいと。で、ちょっと理解してるうちに。あぶねえ、だいぶ苦戦したぞ。はいと。今何分ですかね。33分。あ、近いね。倒しとくか、邪魔だね。あれ、死んでない。結構死んだね。2匹死んどきゃ十分か。開けちゃいましょう。
これ一回じゃあセーブしときますか。セーブは？インクリボンはどこ？あれ、インクリボンないね。組み合わせで。預けちゃって、ガンパウダかな。足りる？OK。 確か一番下まで降りると手榴弾だっけかがここにあった気がする。 OK。 これ先装備しとくか。どうなんだろう、早いのか遅いのか間に合ってるのか分かんないな。え、あ、そっか、丸ボタンか。はい、ボスですね。セーブしてないからね、そういえば一回も。あれ、目が出ない間をどうすればいいんだ。頭やればいいんだっけ。あ、でしたでした。やべ、うわっ、ナイフナイフ、えいっ。まあ、でしょ。いてーいてー、やべ、2発連打で食らってる。死ぬ死ぬ、使っちゃおう。食らわねえのか。なんだ、頭でしょ。雑になってるね、焦ってるせいか。よいしょ、から切る。オッケー、来たね。ダメだ。わーい。痛い。組み合わせちゃおう。ショットガンよりピストルの方がいいんじゃないかっていうね。もうワンパン食らっても大丈夫かな。おいっと、いや、ない目、目出ないね。いやー、結構苦戦したぞ。
ハードコアモードよりも苦戦してる気がする。はい、バイバイ。ないね。ナイフの消耗結構少ないですね、スタンダードだと。はい、とガンパウダーと、はいと、いやー使いまくったな、ショットガン使った割に効果的にダメージ与えられてない気がする。そうだった。さすがにここで一回セーブしときたいな。インクリボンとかない？サイドバックゲット。インクリボンはない。そんななかったっけこのゲーム。預ける、預ける。そもそもインクリボン俺入手してない気がするな。どっかにあった気がするけど。はいと。留置所行きましょう。留置所のここで確かそう地図ね。でハンドガンの弾と。ここはねそうだ、閃光弾がないとやばいとこでしたね。とイベントですね。一体何が？まずはどうしようかな。ここですね。ここ開けられなかったよな。ここそう開けられないんだよ。あ、そうショットガンの弾だけでも手に入れてくるか。まあね、クリアじゃないと開かないですからね。ドガの弾 OK。 で、調べて鍵と調べてボタン、はいと、チルダのストックしてると。
クリボンとかなかったっけ。犬、そう、犬がいるんだよね、ここ。ブルーハーブ。事前に殺しとくと。この辺に何かあったっけ。穴もないね。じゃあこっちじゃない。ここに確かね、レッドハーブだっけ。そうそう、あとフラッシュがこの辺。違った、これは違うね。これはそうそう、これだ。締めとかないと起き上がるからね。ガラガラっと。こんなもなかったね。あとここか。ここだ、ここ。そうそう。じゃあこっち。まだダメ？引き方が足りなかったか。避けられるかこれ。オッケー。次はなんだ？あ、そう、ダイヤの鍵を入手ですね。ダイヤの鍵どこだ？開けられんの。ここダイヤだっけ？あれ、四角クランクってどっかで入手したっけな。四角クランクどこだ？おお、スルーしてた。これはロスだな。四角クランクスルーしてたぞ。やっべ、いけるか。お、声が聞こえた。そう、留置場でスルーしちゃってたな。これ確か犬出るんだよね。いやー、セーブしとくべきでしたね。ロードとかってオートセーブどこだ、ここ。
あ、オートセーブがある。ちょっとごめんなさい、セーブしさせて、オートセーブさせてください。 ロードか。これさすがにもったいないね、時間が。どこだ？クランク。ああ、これですね。オッケーオッケー。で、戻ろう。はい、テッシュテッシュ。ですね。あ、そっか、ここでやるのもったいなかったね。ここダイヤの鍵だっけ？あ、そうだね。ここか。そっか、ここで使うのか。ちょっとタイムロスかもしれないけど、このね、マチルドだけはね、取っといた方がね、楽。あ、間違えた。組み合わせなきゃ。組み合わせなきゃ。捨てなきゃ。犬心がいるから、まだ生きてる。こっちは？外した。OK、 死亡。ないよね。よし。2個目かな。そうそう。これ取ったら戻そう。邪魔だったな、さっきこれ。ここかな？先行。違う、こいつじゃないね。こっちか。で、最後の4つのとこね。OK、足折れた。ダイヤの鍵ね、ゲットと。脱出、これで OK ですね。で、変電室に行って、変電室、変電室。